んこんにちは、加藤佐和子です。今回は私の注目選手を紹介していきたいと思います。ぜひ動画最後までご覧ください。2人の選手いるんですけれども、まずは1人目、鈴木ザイオン選手です。ザイオン選手はまだ19歳で、成人してないのってツッコミを入れたくなるくらい貫禄がある選手なんですけれども、オリンピックでは試合には出なかったんですけれども、オリンピックの大会の雰囲気とかを味わえるっていうのはなかなかできない経験なので、次のパリオリンピックではぜひ1番を背負ってほしいなと思ってます。で、まあ、そんなザイオン選手は今年の、5月のベガルタ戦で J リーグデビューをしたんですけれども、その時のマルちゃん、昨シーズンまでレッツにいたマルちゃんのいいコースのシュートを右手一本で止めたんですよ。もうそれがあの冷静さと、最後までちゃんとこう見極めてちゃんとした方向に飛ぶっていうのが、いや本当すごいなと思って、やっぱりあの去年からずっとザイオン選手を出してっていう風に言ってる友達多かったんですね、私の周りでも。私も結構ね、心待ちにしてたんですけれども、昨シーズンは出番がなくて、で今シーズンリカルド監督に代わってから、まあ、出るようになって、デビュー戦であんなファインセーブをしてしまうという、いやもう本当に期待の星ですね。はい、2人目は酒井宏樹選手です。酒井選手はもともと柏レイソルで育って、ドイツのハノーファーに行って、マルセイユに行って、浦和レッズに帰ってくるっていう、最初あの浦和レッズに帰ってくるっていう報道が出た時に、レイソルじゃないのってめっちゃツイッター界隈でも盛り上がってたんですけど、レッツ行くのかっていう、ちょっとなんかアンチ的なコメントも多かったんですよ。そこで酒井選手が、あもういいって思ったのが、オリンピックを迎える前にちゃんとインスタグラムで、レイソルからオファーはありませんでしたと、レッツからのオファーがあって、自分の希望とクラブの野望がこう合致したので、僕はレッツに行くことにしたんですって、もうはっきりインスタグラムに載せたんですね。もうそれ見た時に、もうね、一生応援するって思ったんですよ。で、まあ、実際オリンピックでも結構もうゴリゴリにやっていて、ね、世界屈指のサイドバック、マルセイユでもずっとチャンピオンズリーグ出たりして、ネイマール選手とかともバチバチにやってた選手ですから、確かな技術はあると思うんですけれども、まあ、実際にオリンピックが終わって J リーグレッツの方に合流したと思うんですけど、まあ、私が見てて感じるのは、酒井選手すごいなと思うんですよ。本当3人に囲まれても突破できるし、1対1絶対負けないし、こんな選手が J リーグに来るっていうのは、いやもうレベチレベチと思ってたんですけど、まあ、逆に考えてみると、結構酒井選手が縦パスを通せてたりもするんですね。それってなんかこうマルセイユにいた時には見れなかったシーンだったので、まあ、逆に言うとまだまだこう J リーグのこう寄せが甘いというか、ちょっとスペースが広いというか、そういった世界との差を、まあ、感じる部分もあるんですけれども、酒井選手が、まあ、自分が海外でやってきた技術とか経験っていうのを J リーグに還元したいって言ってるように、そういう選手が入ることで多分もっといいサイドバックが育ったりとか、まあ、J リーグも盛り上がっていくので、これから目が離せないなと思います。番外編ということで、私がちょっと今注目している選手は平野雄一選手です。で、平野選手はこの夏の移籍市場で水戸ホーリーホックから来たんですけれども、彼が来てから今んとこチーム負けてないんですよね。で、結構試合にもスタメンで出ていることが多いかなと思うんですけれども、平野選手の何がいいかって、ポジションはまあブランチやってるんですけれども、縦パスを通せるんですよ。これまでのレッツって、まあ、特にまあ昨シーズンと比べると中から攻撃をするっていうことができていなかった印象があるので、どういう風に攻撃をしていたかっていうと、サイドバックが上がって、でサイドからクロスを上げて、で中央にいる選手が決めるっていうのがレッツの去年ぐらいの、まあ、攻撃のパターンだったなっていう風に思ってて、そうすると、まあ、2パターンじゃないですか。相手選手からすればもう読めちゃうんですよね。ただ、まあ、今シーズンは小泉選手っていう、まあ、中盤でボールを持って前に運べる選手が入ったので、攻撃にこう厚みが出てきたなとは思ってたんですけど、平野選手が入ってさらに厚みが増したなと思ってて、どの試合を見てても中盤でボールを受けて前に縦パスをポンって入れ
されているんですよ。でそうすることで中央に相手選手も寄ってくるからサイドにスペースができるし、そこにスペースができればサイドから展開もできたり、逆に中央にスペースがあってそのまま得点につながったりっていうのもあるので、まあ、彼が入ったことで攻撃のパターンが増えたなと思うんですね。この選手を水戸から発掘してくれたレッツの強化部に感謝したいですね。いかがでしたでしょうか。今回は2人の選手と平野選手の3人の選手をご紹介させてもらったんですけれども、普段レッツ見てて思うことはたくさんあるんですね。でもそれを話す機会ってあんまりないので、いざ話してみると次から次へとどんどんと出てきて本当に楽しかったです。でも他の選手ももちろんあるんですけど、それはまた次の機会にということにしたいと思います。ということで、この動画を見ていいなと思った人はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。こういった企画やってもらいたいとかがありましたら、ぜひそちらもコメント欄にお願いします。ということで、またバイバーイ。